平野翔の沼落ちポイントを徹底解説。あのサインの意味とはナンバーアンダーライン愛ガンユータの笑顔が最強な理由神宮寺ユータの進化が止まらないワイルドなのに上品な魅力を徹底分析ナンバーアンダーライン愛は平野岩優太、神宮寺ユータという個性的で魅力的な3人のメンバーで構成されておりその特別な存在感がファンの心をつかんで離しません 3人それぞれが持つ魅力は、外見、性格、そしてパフォーマンススタイルに表れており、ファンたちは彼らの一挙手一投足に熱狂しています。そんなナンバーアンダーライン愛の特別さを紐解いていくと、それぞれのメンバーが持つ独自の魅力がどのようにしてグループ全体を引き立てているのかが見えてきます。まず、平野翔はその愛嬌と甘いマスクで知られていますが、彼の本当の魅力はそのギャップにあります。 表舞台では低音のしっかりとした声でパフォーマンスを披露し、その堂々とした姿からは強いリーダーシップを感じさせます。一方で、日常やバックステージの彼は、まるで子供のように無邪気で可愛らしい一面を見せます。最近のファンの間で話題になっている、ひ、という小さなサインも、平野のユニークさを象徴する一つの例です。このサインの省略化は、彼の気まぐれで遊び心のある性格を反映しており、 ファンたちはその小さなジェスチャーにすら心を奪われているのです。このように、彼の魅力は表面的なものだけではなく、内に秘めたギャップによって深みを増しています。次に、岸優太はその親しみやすさと人懐っこさでファンの心を温かく包み込みます。彼の笑顔には特別な力があり、それはまるで疲れた心を癒してくれるような安らぎを感じさせます。岸はその素朴なキャラクターでファンだけでなく、 共演者からも愛される存在であり、その人柄が彼のパフォーマンスにも反映されています。彼のダンススタイルは力強く、葛しなやかで、細かい動きまで丁寧に表現する姿勢が際立っています。それはまさに彼の誠実さと一貫した努力を象徴していると言えるでしょう。そんな彼の魅力は、パフォーマンスの瞬間だけでなく、その裏にある温かさと優しさにも感じられます。そして 神宮寺雄太はクールで落ち着いた雰囲気を持ち、その外見と内面のバランスが非常に魅力的です。最近では肌が日に焼け、さらにワイルドな印象を与えていますが、それでもどこかエレガントさを失わないのが彼の特徴です。神宮寺は自分のスタイルをしっかりと持ちつつも、柔軟に新しい挑戦を取り入れる姿勢が評価されています。彼のパフォーマンスはまるで一つの芸術作品のようで、 繊細な表現と大胆な動きが絶妙に調和しています。ファンは彼の静かな情熱と、それを表現する冷静な態度に心を打たれることが多く、彼の成長とともにさらに深みを増す魅力に引き込まれているのです。このように、平野、岸、神宮寺の3人はそれぞれ異なる魅力を持ちながらも、グループとしてのバランスが非常に取れています。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、 まさにこの3人の個性が絶妙に融合し、相互に引き立て合うところにあるのです。平野の無邪気さ、騎士の親しみやすさ、神宮寺のクールさが、それぞれのファン層を広げ、彼らの多面的な魅力を強調しています。特にライブパフォーマンスでは、3人の異なるキャラクターがステージ上で一つの調和を生み出し、その瞬間、観客は彼らが作り出す特別な世界に引き込まれていきます。しかし、 彼らの魅力は単なる表面的なものにとどまりません。ファンたちが彼らを愛する理由には、彼らが見せる人間的な一面が大きく関わっています。平野のサインがどんどん小さくなっていくことや、神宮寺の新しい外見に驚かされること、騎士の笑顔に癒されることなど、ファンたちは彼らの一挙手一投足に共感し、まるで自分の家族や友人のように感じています。彼らがどんなにスターであっても、 どこか親しみやすさを持っているからこそファンたちは彼らに対して特別な絆を感じるのですさらに最近の音楽シーンやエンターテインメント業界のトレンドを考えるとナンバーアンダーライン愛の存在は非常にタイムリーです現代のファンはただかっこいいだけではなく感情的なつながりを求めていますそのため彼らの自然体でフレンドリーな姿勢は多くの人々に共感を呼び起こしているのでしょう SNS 上でも彼らの毎日の活動や些細な出来事が大きな話題となりファンたちとの距離感がますます近くなっていますこの近さこそがナンバーアンダーライン愛がこれほどまでに支持される理由の一つなのですそして彼らの成長が止まらない理由にはそのチャレンジ精神が挙げられます音楽やパフォーマンスだけでなく個々のメンバーがそれぞれ新しい分野や挑戦に対して積極的であることが ファンにととっってても刺激となっています例えば、平野は俳優としての活動でも多くの注目を集め、岸はバラエティー番組でその天真爛漫な性格を発揮し、神宮寺はモデルとしての活動でも新たな一面を見せています。このように、多面的に活躍する彼らの姿は、ファンにとって誇りであり、また彼ら自身も進化を続けていることが感じられます。今後のナンバーアンダーライン愛の活躍に期待が高まる中、 彼らの魅力はますます多くの人々を引きつけるでしょう。彼らの成長とともに、ファンたちも一緒に歩んでいくことができるというのは、まさに特別な関係です。ファンと共に作り上げるナンバーアンダーライン愛の未来は、これからも輝き続けること間違いありません。このように、ナンバーアンダーライン愛はそれぞれの個性が際立つメンバーで構成されており、彼らの魅力がファンに愛され続ける理由は、 その独特な人間性とパフォーマンスの両立にあります。ナンバーアンダーライン愛の3人が持つ特別な魅力は、時間が経つにつれてさらに深まっていきます。ファンたちは彼らの成長を見守り、その過程を共有することで、より強い絆を感じるようになります。彼らが新たな挑戦をするたびに、ファンもまた新しい発見をし、そのたびに喜びや驚きを感じます。それが、彼らとファンの関係がただの、 アイドルとファンではなく、もっと深いレベルでのつながりを持つ理由です。ファンにとって、ナンバーアンダーライン愛の活動は自分自身の成長や日常生活の一部となっており、彼らの喜びや苦労が自分のもののように感じられるのです。例えば、平野翔の俳優としての活動は彼の新たな一面を引き出し、ファンたちにとっても刺激的な経験となっています。彼はその演技力を通じて、さまざまな感情を表現し、 観客を感動させています映画やドラマでの彼の役柄は、普段の平野の無邪気な姿とは異なり、より深みのあるキャラクターを演じることが多いため、そのギャップにファンたちは引き込まれます。また、彼の演技の進化を目の当たりにすることで、平野自身が役者としても成長していることが実感でき、ファンたちもそのプロセスに感動しています。一方で、 岸優太はその多彩さでエンターテインメントの多くの分野に挑戦し続けています。彼の明るく親しみやすいキャラクターはバラエティ番組で特に際立ち、共演者や視聴者を笑顔にしています。バラエティで見せるその素直さやユーモアは、彼の本質的な人柄を映し出しており、多くのファンが、岸くんはどこにいても変わらないと感じています。その自然体であることが、彼の最大の魅力の一つです。そして、 騎士はその場の空気を読む力に長けており、どんな状況でも適応し、番組を盛り上げることができるのです。こうした才能は、彼がアイドルとしてだけでなく、エンターテイナーとしての道を開いていることを示しており、彼の未来には無限の可能性が広がっています。そして神宮寺雄太は、そのクールな外見と落ち着いた雰囲気で多くのファンに愛されています。彼のパフォーマンススタイルは一貫していて、 細部にままでこだわりが感じられますダンスや歌唱において、彼は非常に繊細なアプローチをとっており、そこには彼自身の美学が反映されています。最近ではモデルとしての活動も活発化しており、その洗練された外見とスタイルは多くのファッション誌で注目を浴びています。神宮寺は外見だけでなく、内面的にも成熟しており、自己表現の幅が広がっていることが彼の活動からも見て取れます。 彼は常に自分の限界を超えようと努力しており、その姿勢はファンにとっても大きな刺激となっています。このように、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれが異なる分野で輝きを放ちつつも、グループとして活動する際には一つの強固なユニットとなります。彼らは個々の強みを生かしながらも、共に新しいことに挑戦し、常にファンに驚きと感動を与えています。グループとしての活動と個々の活動が相互に補完し合い、 その相乗効果によって、彼らはエンターテインメント業界でさらに大きな存在感を発揮しています。さらに、現在のエンターテインメント業界では、アイドルたちが多様な役割をこなすことが求められています。歌やダンスだけでなく、演技、モデル、バラエティなど、さまざまな分野での活躍が重要視される中、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはその期待に依頼、さらにはそれを超える成果を上げています。 彼らの成功は、単なる偶然や一時的なものではなく、彼ら自身の努力と成長によるものです。そして、その努力はファンによって見守られ、支えられてきました。また、彼らの人気の一因には、ファンとの距離の近さが挙げられます。SNS やファンイベントを通じて、彼らは常にファンと直接的な交流を持ち、ファンの声に耳を傾けています。特に平野の日という小さなサインは、 ファンにとって特別な意味を持っており、その遊び心にファンたちは心を奪われています。このような小さなジェスチャーが、ファンとの絆を深める要因となっているのです。ファンたちは彼らの活動や言葉に共感し、まるで友人や家族のような親しみを感じています。今後のナンバーアンダーライン愛の活動には、さらなる期待が寄せられています。彼らは常に進化し続けており、新しい挑戦やコラボレーションを通じて、 さらなるる飛躍を遂げることは間違いありません特にグローバルな活動にも力を入れている彼らは国内外のファンに向けて新しい魅力を発信し続けるでしょう。ファンたちは彼らの成長と成功を一緒に祝福しその歩みを見守ることに喜びを感じています。最後にナンバーアンダーライン愛の特別な魅力は単に外見やパフォーマンスだけにとどまらないことを強調したいです。 彼らの内面から溢れ出る情熱や努力、そしてファンとの絆が、彼らを唯一無二の存在にしています。ファンたちは、彼らの成功だけでなく、彼らの苦悩や努力の瞬間にも寄り添い、その全てを共に分かち合っているのです。これからも、ナンバーアンダーライン愛はその個性的な魅力で多くの人々を惹きつけ、エンターテインメントの世界で輝き続けるでしょう。そして、 その旅路を共に歩むファンたちとの絆は、これからも深まるばかりです。彼らの未来には、限りない可能性が広がっており、ファンとともに新たな歴史を築いていくことでしょう。